これは家にまつわる物語。人間と鬼の血を受け継いだ一人の子供が人間に育てられた。同じく半妖の後輩と修行しているとき、鬼の血がなす本性ゆえか、時折赤い鬼の文様が浮かび上がる。飛び交う術の攻防の中で後輩に狐の尾が現れることもあった。すると先生が二人に修行を止めるよう告げた。先生は二人に言った。他の人間に半妖の血の秘密を知られてはならないと。あの時はまだ先生の教えを理解できていなかった。そしてある雨上がりの春の日、先生は二人を集めて彼らに言い聞かせた。人間であれ鬼であれ、最初は一つの源流から枝分かれた種族だ。しかしそれ以来再び交わることはなかった。例えるならば、人間は広い大地、そして鬼は奔放な河川。お互いが共存し平和に暮らせば、きっとより良き未来を築ける。しかしその未来のためには時間が必要だ。木が熟すまでお互いの秘密を守った方がいいだろう。いつの日かその秘密が明かされ、人間であれ鬼であれ、その血筋や出身を問わず共に食卓を囲み、平穏な世の中が実現するに違いない。それこそが人間と鬼が帰るべき場所だ。そして先生は近くにある畑を指さしながら言った。今日から二人にはある宿題をこなしてもらう。直接頼んでもいい、術で刺激してもいい。人間と鬼に協力してもらい、あの畑を耕すのだ。秋になったら畑の実りを持って私のところに来なさい。あの時の僕は先生に言われるまま宿題をこなしていたが、今やっとその意味を理解できた。後輩よ、いずれ君は知るだろう。帰るべき場所を探す旅は僕たちの殺し合いによって終わりを迎えることを。